C-133 カーゴマスター C-133B カーゴマスター C-133 はアメリカ合衆国のダグラス社が開発したターボプロップ4発の戦略輸送機。愛称はカーゴマスター。広い胴体内貨物室を活かしてアメリカ空軍唯一の弾道ミサイル運搬機としても活躍した。第二次世界大戦中から 戦略輸送機の必要性を認識していたアメリカ軍は第二次世界大戦終結後の1946年に C-74 グローブマスター1950年に C-124 グローブマスター2などの大型輸送機を計画的に調達していたこれら大型輸送機の運用実績を踏まえアメリカ空軍は1950年代前半にダグラス社へ 新型ターボプロップ輸送機の開発を指示した。ダグラス社へ要求されたのは、超大型輸送機、XC-132 の開発と空軍平坦輸送システム SS4021 に沿った設計の DTS-1333 の2種類だった。XC-132 の開発は、ダグラス社のタルサ工場で、実物大モックアップの製作段階まで進んだが、 搭載予定のプラットホイット2製 U と57ターボプロップエンジンが技術的な理由などによって開発中止となったことから XC-132 もキャンセルされてしまった。一方の DTS-1333 は当初 C-124 輸送機を余圧キャビン化した発達系を考えていたがアメリカ空軍からの要求で高翼提唱式の機体で ローディングランプを備えることが条件とされたことから、新規に設計が始められた。1953年12月には、モックアップ審査に合格して C-133、カーゴマスターの正式名称が与えられ、1954年22期が発注された。C-133 は、試作機なしの生産契約が結ばれ、 量産初号機は1956年2月2日にロールアウトし4月26日にダグラス社のロングビーチ工場で初飛行している。1957年8月にデラウェア州ドーバー空軍基地の第1607航空輸送航空団へ配備され、まず大西洋管区で運用されることになった。1958年10月には トラビス空軍基地に配備され、太平洋艦区でも運用されるようになっている。1959年には、胴体延長型の C-133B が15機、発注され、完全に組み立てた、HGM-16 アトラス、HGM-25A タイタン、PGM-17 相大陸間、弾道ミサイルをそのまま搭載できるようになっている。 C-133 は、アメリカ空軍唯一のミサイル運搬機としても、活躍したが、機体の疲労問題と後継機の C-5、A ギャラクシー戦略輸送機の配備に伴って1971年に、アメリカ空軍から前期が退役した。C-133A 初期生産型。C-133B 後部、カーゴドアが左右開きに変更された型。 出展、ザービエーションゾーン、C-133 カーゴマスタースプシファクシャンズ。リリーブド28オーガスト2005、初言性能。ありがとうございます。